はようございます。本日は奈良県の宇陀市に向かっています。今日も天気がいいので自然の美しいスポットに向かいます。もう少しで宇陀市に入ります。今回なんですけどちょっとお腹空いてるんでまずはランチに向かいます。前にですね、無料の動物園の宇陀アニマルパークのカフェでカレーをいただいたんですが、あの時に宇陀里牛を使ったおにぎりが売ってたんですよ。で、そのメニュー土日祝日しかやってないんですね。で、今日土曜日なんでそちら食べてみようかなと思います。よし、到着です。この番組はコロモチで有名な高山製菓さんと日本うなぎが楽しめるうなぎの岩瀬さんの提供でお送りします。今日は土曜日なんですがまだ時間が早いので空いてますね。動物は過去2回見てるんで今日は本当におにぎりだけ食べてきます。10時オープンなんでもう空いてますね。よし、買ってきました。またこちらでいただきます。ごちそうさまでした。こちらのおにぎりは宇陀さんのお米を使っていました。鮭、梅しそ、宇陀里牛の3種類ありました。まずは宇陀里牛です。ちょっと驚いたのが細かい、いわゆる細切れが入ってるのかと思いきや、ちゃんとした薄切りの結構いい肉が入ってましたね。さらっとした油で味付けも濃すぎなくて食べ応えがありつつも割とあっさりもしててとても美味しかったですね。梅しそもしょっぱいというよりはまろやかな酸味でとても食べやすくて美味しかったです。次はですね、高井の千本杉に向かいます。ここがすごい神秘的なスポットのようです。の宇陀里牛なんですけど、この左の三福屋さんで買えますからね。こちらですね。ただ駐車場がないですね。ちょっと路肩の広いところを見つけて止めてきました。いやー、のどかな風景ですね。こちら、この集落の集会所ですね。こちらが千本杉の看板です。では行ってみましょうかね。天然記念物の保護のために近づけないようになってますね。なかなか迫力がすごいですね。
へえ。上からも見れそうです。こっちからの方がよく見えますね。いやでもこれ信じられないぐらい太さがありますね。ちょっとびっくりですねこれ。へえ。こちらに社もありますね。ありがとうございました。なんか同じ歌の地区にあるあの八つ房杉にちょっと似てましたね。次はですね、笹畑神社に向かいます。あ、ちなみに今日最初に行った無料の動物園が大宇田エリアで、この高井の千本杉とこれから向かう笹畑神社は灰原エリアです。あ、こちらですね。あと駐車場はこの先に緑の道しるべがあったと思うんで、そちらに車を止めます。こちらが緑の道しるべになってます。こんな感じで公衆電話、ポスト、あとは椅子と観光案内がありますね。すみません、意外と遠かったですあの鳥居が目立ってましたけど、こっから入るのが多分正規ルートっぽいですね。あの結構遠かったんで、あの皆さんが足を運ぶ際はちょっと別のところに車を止めた方がいいかもしれません。こちらが笹畑神社です。ここドライブで通るたびにこの鳥居が気になってたんですよね。そこにあった鳥居と同じで、この神社は鳥居が全部この色なんですね。薄ピンクかベージュかって感じです。すごい素敵な雰囲気ですね。すごいしっかりした作りですね。結構この屋根の下だと涼しいです。すごい素敵な風景ですね。ありがとうございました。お疲れ様です。別日に撮影しています。宇田の隣の桜井市で気になるグルメがありまして、今日はそちらに向かいます。お店なんですけど、大宮神社のすぐ近くのいちごアミーゴさんです。今日は16時オープンのようですね。よし、到着です。あ、すごい可愛らしいお店ですね。へえ、あと10分で開きます。
こちらにイートインスペースがありましたんで、こちらで多摩線だけいただいて、で今日ですねちょっと眺めのいいスポットを紹介したいので、他のメニューはテイクアウトしてそちらでいただきます。いい雰囲気ですね。結構大きいですね。ごちそうさまでした。まずは250円の多摩線をいただきました。結構大きいですよね。でも薄いのでペロッと食べられます。せんべいにソースとマヨネーズがかかってるんですが、卵でマイルドになってこってりしすぎず美味しかったです。ではですね、他の買ったものを桜井市役所の屋上庭園でいただきます。であんまりよく考えてなかったんですけど、スマホで調べたらあそこ17時で閉まるらしいです。でも確かに市役所なんでよくよく考えたらそうですよね。ちょっとパパッと屋上まで上がります。よし到着です。結構立派な役場ですよね。前に一度来たことあります。こちらですね。こんな感じでベンチもあってすごい眺めがいいんですよ。三方向見れてすごくいいですよね。ちなみにこのスポット、飲食は OK ですけどお酒は NG です。ごちそうさまでした。こちら米粉の竹炭カレーボール550円です。見た目がインパクトありますよね。竹炭はおそらく健康効果で入ってるのであって、特別竹炭の味がするってわけではないですね。生地はもっちりしてて、中に入ってるカレーもコクがあって美味しかったですね。次が450円の米粉ネギ焼きに竹炭50円とチーズ100円をトッピングしたものです。これも真っ黒なので不思議な気持ちになるんですが、味はネギ焼きです。ソース、チーズ、卵でマイルドになってて美味しかったですね。ではそろそろ帰ります。今回は杉がすごかったですね。まだまだ知らない面白いスポットがあるんだなって思いました。ということで今回もご視聴ありがとうございました。このチャンネルではタオル販売を行っております。収益は活動費用に充てますので、よければ概要欄からご購入ください。